富士市の岩松北小学校で今日 SDGs の特別授業が行われ、サッカー日本代表として活躍した静岡出身のあの人がサプライズで登場しました。特別授業に登場したのは函南町出身でサッカー元日本代表の内田篤人さんです。内田さんはかつて所属していたチームのスポンサーリクシルの SDGs アンバサダーを務めていて、今日の授業に参加しました。内田さんは小学5年生が去年取り組んだコロナ禍で教室の換気をしながらの暑さ対策について実証実験をした結果の発表を真剣な眼差しで聞き入りました。自分たちの環境を変えたいとか、授業の教室のもっとこうしたいっていうところを考えているところがまずすごいなと思いました。喋った時にものすごく緊張感を感じました。かっこいいしイケメンなんです。内田さんは最後に児童に向けてこんなメッセージを伝えました。サッカーが好きで始めてサッカー選手になりましたけど、皆さんやっぱり夢を持ってほしいなと思います。何でもいいんですから、お花屋さんになりたいな、先生になりたいな、そういう目標を持って今後こう生活していってほしいなと。内田さんは今後も SDGs の取り組みを全国へ発信していくということです。